雫が何を。お友達と一緒にバルケードを組んで。雫が立てこもってるんですか。ええ、でもお父さんだったらすぐドア開けるそうです。はい、とにかく見てください。見る。すいません。しずくちゃん、お父さんいらしたわよ。しずく何してんの、早く出てきなさい。この中から出てほしいそうです。果てる。どうぞ。本物は誰だ。しずく。あ、しおみさん、白線より前に出ないでください。すいません。この20人の中から本物のしずくちゃんを当ててください。そう言われましても先生。父親なら当てられるはずだと。私、塩見雫は父ちゃんの愛情をテストします。この中から本物の雫を当ててください。もし間違ったらおじいちゃんのとこには行きません。でも当てたら父ちゃんの言うことを聞きます。なぜなら父ちゃんは雫のことを全部分かって雫のためにそうしていると思えるからです。わかりました。じゃあまずは最初に。質問には一切お答えいたしません。先生。塩見さん、私もあなたが親権裁判を諦めて雫ちゃんを手放そうとすることには疑問を感じています。そうした状況に他の子供たちもみんな心よく雫ちゃんに協力しているんです。先生方も見守ってくれています。このテストは精一杯の雫ちゃんの譲歩なんです。あなたのそばを離れたくないけれど無茶なことを言う父親には無茶なテストを娘が。ガシガシ。何してるんですか。本物が真似してやるかなと思って。ふざけてるんですか。すいません。緑の赤の子のような左側にいる子は違います。雫はみんなで写真に撮られるとき右側に寄っています。遠足のときも運動会の写真でもいつもどうしてか右側にいます。真ん中から左の方にいる子は違います。いいんですか、そんな一気にバッサリ減らして。はい。じゃあ真ん中から左側の子は頭巾を取って。座って。残り10人です。青い子は膝頭が違う。ピンクの子は肩幅が。その可愛いくしゃみも違います。雫のはもっと加藤茶みたい。座って。残り7人。はい。ゴキブリ。先生、オンリーワンになりました。え？雫は新聞紙を丸めてパーンです。虫なんか全然怖くない。他の子は頭巾を外して。さすが父親ですね。彼女の頭巾を取って抱きしめてあげてください。ウィーナーです。しずく、生まれた時は2200グラム。はしかにも水ぼうそうにもかかったけどおおむね健康に。勉強は苦手だけど算数の計算だけは得意。店の帳面もつけていて家計を握っている。好きな食べ物は甘栗。
嫌いな食べ物はイクラとウニで、自称安上がりな少女。虫は怖くないけど、蛇は足もないのに動くのが納得いかなくて怖い。塩見さん、ありがとう。君も雫じゃないね。え？すごくなぞなぞが好きなんだけど、負けず嫌いなんです。でもズルは嫌だから、ヒントは隠していったんですね。ヒント？20人って言ったけど19人しかいなかった。え？なぜかドラえもんではスネ夫が好きで、趣味はブーちゃん貯金。いつかピンクのイルカを見てみたい。19人。え、じゃあ本当のしずくちゃんは？まさか。声は聞いてるはずですから。初めから気づいてたんですか？親子って磁石みたいなものがあるんですかね。こうなんだか目の前にはいないなって。明るくて人見知りをしないで誰とでも仲良くなれる、大雑把に見えて人の気持ちのよくわかる優しい子に育ってくれた。母親はいないけど、そのことで寂しいって困らせるようなことは決して言わなかった。娘だけど時には友達のように過ごした。雫は目に入れても痛くない。俺の父ちゃん。みっけ。本当に。うん。目の中に入るよ。また父ちゃんがウィナーだね。そんなことない。父ちゃん。全然そんなことないんだって。ありがとうございました。みんなありがとう。